ロシア、究極のパワハラ明らかに。ロシア極東アムール州ゼヤ市の小児病院で、長年小児科医として働いていたジョイに対し、給与を効果で支払う嫌がらせがあった。効果の重さは計35キロにも達し、州知事が受け入れがたい行為と批判する騒ぎとなっている。アムールスカやプラウダ市電子版などが伝えた。ジョイは40年以上医師として働いているタマラ・ゴルブツォガさん69で10月8日9月分の給与を受け取るため経理窓口に行ったところ、給与のうち2万1000ルーブルは紙幣で支払われたものの、残る3万6000ルーブル約6万円については額面10ルーブル約16円などの硬貨を2つの袋に詰め渡された。袋はそれぞれ20キロと15キロの重さがあったという。ゴルプツォワさんが抗議すると、経理担当者はイーゴリ・ロミトフ医長の指示でわざわざ多量の硬貨を用意したとして嫌がらせであることを認めた。興奮して泣き出したゴルプツォワさんを見て、同僚が救急車を呼び、会計担当者らの指示でゴルプツォワさんは硬貨が入った袋とともに救急車で自宅に帰った。ゴルプツォワさんは長年多くの医長に仕えてきましたが、こんな恥辱を受けたのは初めて、本当に悔しいと憤っている。ゴルプツォワさんは以前から給与について銀行カードを持ち受け取るようホミトフ医長から要請されていたが、これを拒否、現金での受領に固執したため嫌がらせを受けたとみられる。事件を知った同州のワシリー・オルロフ知事は、自分の地位や職務を利用してこのような方法で自らの考えを他人に押し付けるやり方は受け入れがたいとパワハラに当たるとした上で、保健当局に調査を指示するとともにホミトフ医長から事情を聞く意向を表明。さらにホミトフ医長ら病院幹部らに対しても給与を効果で支払うことを提案した。同州の検察当局は、給与を現金で受け取りたいというなら病院は応じる義務がある、その際はお金を受け取るのに障害がないようにすべきだが、大量の硬貨で支払うのは障害にあたるとコメントした。